やっぱりあのベビーシッターの事件っていうのは衝撃が走りましたね。素敵でしたね。はい、私たちねあのおお、あの、ウーマンリブが華やかなりし頃ね、うん、集会やるたんびにそういう託児所を併設したんですよ。<ー>女の人ってね、<ー>子供がいると出てこられないから。<ー>そうすると子供だけ置いてね、どっか行っちゃう人たちって,ってね、結構いるんですよ。はあはあ、そういう、もちろん、 ただですよ、預かるの。えー、だけど、集会に来る人のために、何人かがボランティアで子供を見るってやってるとね、集会なんかには来ないでね。うん、子供だけ預けて,預けて、うん、どこ行っちゃうんだう<ー>渋谷の真ん中なんかでやってるからね。川面<ー>も行っちゃうのか、<ー>エ画のもも行っちゃうのか。かだけど、まあ、それもまた仕方なしっていうんでやってましたけど、えーえー、ネットでっていうのはさすがにね、集会業者がいてっていうのはね、うん やっぱ相当これでももう少しだと、週刊誌なんかあのもっといろんな細かいことやるんでしょうけど、今、親も親だとかって話がいきそうだから、あんまり分かんないうちに、ちょっと論じないことにしますが、ただやっぱり、こういうシステムっていうのは、ちょっと、さんご存知でしたいや僕はね、ここまでそのねネットでっていうのは知りませんでしたけれども、まあ考えてみれば、うん。 子供をあの持って、うん、でしかも、まあ、し例えばシングルマザーになって、うん、働かなきゃならない、うん、子供預けたい場所がないっていう時に。 切羽詰まりますよねそうするともうこういうことをやってれば頼らざるるを得ないといとう現実もあ一概にね子どもをこんなところに預けてとも言い切れない,れないところがあるんですよ。それだから要するにここの場合は子どもの安全以外のことだけを考えないと、うん、子どもがそういうあの親が働かなきゃならないとか需要があって預かりに渡さなきゃならないような。えーえーうん 立場に置かれてる子供を安全をどうするか、えー、っていうことで、これ、論じていかないと、うん、親がなんでこんなところをそこ預けんだって話になっちゃうと、一向に進まないでしょう、ね、それから預ける以上は資格のある人間じゃなきゃだめじゃないかって言ったら、それじゃあさ、こ,のでこれはもう逆に言うとね、しわ、うんえー、寄せが結局、預ける人の方にきちゃうと、うん、そう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 、だからこれはね。うん もう少し分かってると,と,ところ仲介業者っていうものの責任をどうするかっていう問題は一つあるのすよそうそううこれはね、えー、今言えるのはそれなんですよ、えーあの、預かってね、引き渡すっていうんで、えー、登録、自分のところに登録してる人に、あの自分の責任を持って子供をこを渡してたわけでしょ、はい、そういう人たちっていうのが、どういう資格を持ち、どういう考えを持ってやってるのかっていうことについては、私、 私はね、あの詳しく言わなきゃいけないと思う。そうですね。ねで。